はい。今日もかわいい筆文字を書いていきたいと思います。今日もですね、えー、依頼がありました。失敗したっていいじゃない。だってそこには成功が待っているんだもん。とまあ、最後なんでダモンなんか分かんないですけども <laughs>、ダモンということで、えー、この文章を書きたいと思ってます。依頼があったので、えー、コメント欄にあったのでね、これを書かせてもらいたいと思います。えー、最初にあの告知させてください。かわいい筆文字いいなって方は、チャンネル登録と高評価、 ポチとと押ししししてもらえると嬉いいのでよろしくお願いしますまた、あとこういう文字で書いてほしい文とか何かありましたらコメント欄にお願いしますね。今回もこう依頼があってコメントがあったのを僕こうして動画にさせてもらってます。えー、書かせてもらいますのでよろしくお願いします。では書かせてもらいます。まず、バッと書きます。書いた後に次はえー書き方を伝えます。で、その後に パステルの上に描きたいいと思います。パステルが入るだけで全然変わりますので皆さんも最後まで見てもらってねチャレンジあのパステル買ってきてもらってね使ってもらえたらと思いますのでお願いしますじゃまず書かせてもらいます僕は後ろから書きますここをつけて書きますので手が汚れるで後ろから描きます,ここきます,きます待っているんだもんだもん うん、成功がだってそこにはコツとしてはですね 文字の大きさはバラバラです。でっまっすぐ甘いきますね。もうバガ,タガ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 タしてますね。そこには。いいじゃない。いいじゃない。 失敗したってこんな感じになりましたはいじゃこれを、えー、説明していきたいと思います まず、ひらがなはですね、ひらがなで全部上げてます。あいうえを書きくけこっていうことで、あのー、今、ポチッと押すとこ出てきたと思いますので、えー、時間ある方、そこ見てもらえたらと思います。まず、じゃ漢字からいきますね。失敗の質。まあ、失敗とか書きましょうか。下からいきます。でこっちはもう、小さくです。下から書いて、上が細くです。で 負ける範囲、はい、ですね。は太いところと細いところを使いながら。で真ん中じゃなくて端っこです。点点。でこれも下からです。失敗ですね。次成功です。成功は太くて山にしてます。 細くて内側です。本来はこうですけど、内側です。細くて、まあ。あとはもう普通にこうですね。せいですね。で、こう。太い。で、細いです。太いで、細いです。で、これは、これはこっち向いて、これこっち向いてという感じですね。こういうことですね。 成功はい次松ですね松はくるくるっとしてあとここ細くですでここだけ太くてあとも細くですくるっとしてこれだけですそんな難しくないですねじゃあ次ひらがなです ひらがな、今日は C はですね、普通に書いてますけど、太いから細いですね。で、た、くるってやって、これだけですね。つ、太いから細いです。て、ここだけが太くて、あと細くです。い、こっちが太くて細くですね。いや、もう今回なん、や、普通にこう書いてますけど、太いから始めて細くです。な、ここだけは太くて、で、くるってやって、上から回します。 たたややりましたねそここだけがインパクトです。こ上だけが太くて細くです。ここだけが太くて細く。ここだけが太くてまた上からです。が、今回が、こうもう,もう普通にこれだけですけど、えー、太いのを使われたらここが太くて、ここが、あと細くですね。こんな感じですね。えー 頭でっかし上だけが太くてあと細くです。うん。うんはここ太くてあと太くですね。でもうんはですね、こうもありますし、これでもいけると思いますね。で、も。もうは細く始めて最後太くです。昔は僕ね、太く始めて細くしてましたが、今は細く始めて太く終わるみたいな。こんな感じですね。はい。じゃこれをパステルの上に書いていきたいと思います。 パステルはですね百均の均の、えー、ダイソーで買ってきたパステルを使ってますうあのダイソーのパステルで十分十分使いますちょっとね最近僕が買ってた時の,あのパステルとは 若干変わってるってててる噂聞いてますけどねあのちょっと硬くなってんのかななんかあの僕昔のしか持ってないので最近のは買ってないので分かんないんですけどもう昔のね15セットぐらい持ってるんですあのセミナーとかで使うのでまとめて買ったので,でここに描、えー、いていきたいと思います、えー、先ほど見ました後ろから書きます であの文字はえ全部統一じゃないです。大きさか変わってます。あと向きもガタガタ、どっち向いてたり、まっすぐ書いてなかったり、そうですね。で、どっちかというと、キュッとまとめます。なんか間をあげ開けずにで、間を埋めていくっていう感じですね。こういう感じで、ここを埋めていくっていう感じですね。 で、でで、文字の大きさを変えていくですねで。どっちかっていうと、あのー、絶対そうではなくてもいいんですけど漢字大きくひらがな小さくとかやるとなんか,なんかバランスが良くなったりしますね。 そこにはいいじゃないですね失敗したって。 はい、こんな感じになりました。失敗したっていいじゃない。だってそこには成功が待っているんだもん。いい言葉ですね。はい。えー、書かせてもらいました。こういう、あのー、味のある文字、可愛らしい筆文字で書いてほしいなっていう文章であったりとか言葉であったりとか、えー、何かありましたらコメント欄にお願いします。今回もこういうい えー、文章書いてくださいっていう、えー、コメントがあって今回挙げさせてもらってます、えー、そのコメントもね、えー、ある文章を書かせてもらいますのでその、えー、動画を見ながら真似して書いてもらえたらと思いますのでよろしくお願いします結構多いのあの友達の名前とか書いてくださいとかね誕生日があるので、えー、プレゼントに名前を書きたいので、えー、どう書きますかとかってよくありますので、えー、そういうの,あのコメント欄に書いてもらえたら僕の方で動画に上げさせてもらいます こういうあの可愛らしい筆文字、えジュナる文字がですね、好きだよ、もっともっとみたいな、私も書きたいなって方はですね、ぜひともチャンネル登録と高評価してもらえると嬉しいですね。今ちょうど他の動画の紹介が上がってますが、そこに丸いボタンがあります。そこ、チャンネル登録できますので、ポチッと押してもらえるとあの嬉しいです。ぜひともぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。